夏でもうまい大分さんさつまいもとは。まだ8月というのにもう秋の気配、通りでお腹が空くわけです。天高く栄枯こゆる秋、てか1年中超えてるけどな。大分は美味しい食材が多すぎです。加えてタコタコさんの料理が美味しすぎるせいでもあります。全然嬉しくねえからな。そんなんで乗せられると思うなよ。ちなみに秋といえば何といってもさつまいもですね。今の自分だと大分さんといえば気どころ感謝の紅あずまが有名ですね。蒸して塩かけて食べたらまるで栗のような甘みと食感のさつまいもか。しっとりねっとりの激甘のカンタ君とはまた一線を画する美味しさですよね。紅あずまは昔ながらのホクホクで手で割った時に繊維が柱状になるのが特徴なんだよな。紅あずまの一番美味しい食べ方って何ですかね。そうだな、焼き芋よりは蒸し芋だし、カンタ君ほどの高糖度ではないから甘みを加えるという意味では大学芋も捨てがたいな。でもただの大学芋だともったいない気がします。そうくると思った。大分にはこの時期すごい柑橘があるだろ。もしかしてカボス。正解。大学芋にカボス果汁をたっぷりかけて食べるとこの時期の残暑を忘れる爽快な旨味が駆け抜けていくんだ。駆け抜けんかったら大丈夫。まさにまさ駆け抜ける味ですね。うまくまとめたな。ミニアズマカボスのご用命は